ジョーです、今回もボールパイソン追加しました。はい。なんかもうここのところね、すーごい今年入ってからものすごいスピードでお迎えしてるんですけど、どうしても今回のはもう、まあ、臨時収入っていうのもあったので、これ買いやなと思って買っちゃいました。はい。で、値段で言うとまあ10万ちょっと超えたねっていう、まあっていうのも、まあシナモンバナナも10万超えたち超えたんですけど、見たら税抜きで9万ちょっと、税プラスで10万超えたって感じだったんです。じゃなくて今回はもう税抜きの段階で10万ポンと超えてました。ただ求めてるもの、僕が今求めてる欲しいものだったので、これは買いやなって思って買っちゃいました。まあもちろんモルフもそうですし、あと柄、そして性別、これドンピシャ。そもそもね、柄が良かったんで惹かれたっていうのはありますし、で性別のメス、あ、これありやなって思ってた。まあもう最後、最終的にモルフなんですけど、これプラスアルファ要素としてでけえわってことで今回お迎えした。今回ね、お迎えさせてもらったのがこちらの VBP さんからお迎えさせてもらいました。で、なんで箱かって言ったら送られてきたんです。って言っても、うちには送られてきてません。中継していただきました。そこまでして欲しかったんです。なので中継してくださるお店さん、滋賀の方にあったのでお願いして受け取りに行ってきましたよっていう感じです。ちょっとね、話逸れちゃいましたけど、今回お迎えしてきたボールパイソンをご紹介していきます。ではどうぞ。はい、ということで今回お迎えしてきたのはこちらのアルビノパイボール。はい、しかもメスです。もうね、お分かりだと思います。うちのパイのプロジェクトにアルビノが強制的に加わりました。前回お迎えしたアルビノ単一のモルフじゃなくて、今回はアルビノパイボールなので、ちょっと前に動画を上げさせてもらいました ODYB パイボールや MOG パイを作るのに、この子女の子なので非常にいい仕事をしてくれるかと考えてます。なぜあえてアルビノをチョイスしたかっていうと、やっぱパイボールの値段にプラスアルビノのメスの値段をしたら買えたぐらいなんですよね、正直な話。じゃあもうアルビノはアルビノで別の子をかけたらいいし、で一からね、アルビノパイボール作るのめんどくさいんで、あ、ほらもうアルビノパイボール買っちゃえみたいな、重たいで出回ってるんやったら買った方が早いですよ。2年後3年後のことを思ってヘテロで集めてるなんて、な、餌代で結局そこまで到達します。重たいが出回ってるものは重たい買った方がいい、結論ここです。2年3年の餌代考えたらもうそんなもんわかるでしょって話です。小元が出回ってるのにもわざわざそこは買えへんからってヘテロをね買うっていうのは、ちょっと時間とお金の無駄って僕は判断してるんで、今回アルビノパイボールを購入しました。ゆっくりゆくパンプキンパイのアルビノとか取れるんですよ。アルビノパンプキンパイって日本入ってんのかな、知らないですけど、Google とかで調べてみてください。バチクソ綺麗、すっげえオレンジで、そこに絵文字が入ってくるとまだこれは綺麗、いわゆるドリームシクル、ラベンダーアルビノの絵文字パイとかで、ね、見れたりするんですよ。イエローベリーのラベンダーアルビノパイ、いわゆるパンプキンパイのラベンダーアルビノですね、もうあるんですけど、そういうのはね、最近海外で人気ですけど、まあラベンダーアルビノはラベンダーアルビノでまだ購入しようと思ってるんで、一旦置いといてアルビノパイボールでも狙っていこうかな。もちろんそこにオレンジドリームも入る、パステルも入る可能性がある。でまず1代目っていうのは間違いなくヘテロアルビノにはなります。ここはヘテロアルビノになってくる。オスレがアルビノ持ってないんでね。ですがヘテロアルビノは持っててもパイボール引けるじゃないですか。アルビノパイやったらオスはヘテロパイなのでね、あ、ここ強いでしょ。パイが生まれようともヘテロパイが生まれようとも必然的にも 100% アルビノ入ってくるんです、ヘテロで。っていうことでアルビノパイを選んだ。でもちろん模様を見てもらったら分かる通り、いわゆる2ライン入っております。絵文字パイを出そうと思うとポイントになるであろうこの2ラインが入ってるアルビノパイボール、しかもどちらかというとこれはハイ寄りのパイボールです。お値段以上の価値あるなって思ってます。ということで今回はちょっと奮発したお買い物になりましたけど、今後を考えれば間違いなくいい買い物だった。なので今うちにいるボールパーソンというのは16匹となりました。まあ半年するかしないかで16匹まあ増えちゃいましたね。まあ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 よしとしましょう。僕は考えてるブリーディングプロジェクト等もございますし、そのプロジェクトはねまだそんなねオープンにしてないのもありますけど、ゆくゆくねしっかりとそういう動画も撮っていこうかなと思います。
まあ、ODYB ハイボールに関してのプロジェクトは公開してるんで、まだ見られてない方はぜひそちらも見てください。絵文字パイはどうやって作るっていうような動画も出してますし、気になる方は見てもらったらいいかなと思います。ということで、今回の動画はこれで終わります。ぜひ低評価、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、また。